はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。9年目のシーズンが終わったところですね。ロッテは2位となりまして、まあ1位とのゲーム差が7とちょっと開いてる感じはしますけれども、クライマックスシリーズが始まりますので、今回はこちらのクライマックスシリーズをやっていきたいと思います。じゃあ初戦のところまで日程を進めていきましょう。マリーンズの9月の成績は11勝11敗。二木と柳田。二木ってうちの二木。2024年のシーズンは終了したけど、今季は2位と。そうだな、クライマックスシリーズ結局負けたら元も子もないからな。プロ野球全日程が終了しましたと。お、マリーンズのミカミックス選手が獲得したタイトルはベストナイン。おお、ベストナインに選ばれた。やったぜ。ベストナインってどうやって知らされるの？今さ、ニュースを見てさ、知った感じだよね。家でさ、ちょっとニュース見ようって思って、ベストナインに選ばれましたって言って、このニュース見てなかったらさ、わかんねえじゃん。ま、ベストナインに選ばれたことだし、練習はサボって寝ましょう。超評判悪そうだよなこいつ、球団内で。あいつマジで練習出てこねえよって。でなんか年1回奥井とこそ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 練習してみたいな。ま、監督自体の評価は別に低くないけどね、低くないけど、なんか周りのみんなにどう思われてるのか。さて今日から、クライマックスシリーズですね。ファーストステージ、ロッテとオリックス。そうか、泉ちゃんと婚約したけどデートするとどうなんだ。あー、なんか普通の感じだね。じゃあ公園にでも行きますか。まあまったりと。あ、で夜は何事もなく過ぎていくんだね。よし、じゃあクライマックスシリーズファーストステージの初戦ですね。よし行くぜ。先発はハルフォード。まあ普通の感じか。で、野手のスターティングオーダーもいつも通りですね。まあまず初戦を取れるか。まあ一応自走者を入れてるから3点くらいはまあ自分で取れますからね。これだから自走者なしで進めていくと多分負けるよね。早速1点入れられてるし。第1球投げました。初球見送ってストライク。まずは見送りました。投球これから2球目。よーし、これで1点返して、あれがハルフォードか。おいおいおい、ハルフォードマジなんで1回ごとに1点入れられてんだよ。投げた、危ない球。第2球投げた、危ない球。さすがにな、塁に出てくれてないっていうのも厳しいよな。奥い、何やってんだお前は。俺はこんなに頑張っているのに。違う、1番奥いじゃない、坂本だ。マリーンズリードで迎える4回です。今日2打点を挙げています。おお、際どいね。どうしようかなとちょっと悩んだんだけどね。まあその一瞬の判断を。今のボールだった。ツーアウトからの、あー、でもなんだかんだで頑張ってくれてんな。坂本ちゃんも出てるし。森は軽い球なのか。軽い球、今のもボール球か。ちょっと積極的にいくとやっぱり際どいボール球を振っちゃいますね。これはボールでしょう。てか失投したし。あ、これはフォーク。5球は3球目投げました。もうカウンター2ボール1ストライク。まあ9対4で7回だから勝ちはもう固いと思うんだけど、点は取れるときに取っておきましょう。第5球投げました。ほら、打った強い当たり、打球はいくか。おお、行ったね。 OKOKOK。 あれ、ハルフォードまだ投げてるもしや。
いやでもちょっと失点が多いね。これ投げ切った、ハルフォード。現時3フォーマーだからね。本当異常だよなこいつ。あ、セーブ軽度とかよくわかんないやつが出てんな。なんでだってか。うちも結構打ってますね。ミゲルも打って、松浦も打って、石峰も打って、なんだかんだで13点っていう。お、パワーが上がった。あと1で D ですよね、そのバット入れないで。じゃあ今日はどうしようかな。ちょっとドライビングテクニックを上げたいんでドライブしましょう。これって仲間と行った方が経験値的には多いのかな。誰と行こっか。まあ、仲間って言ってもね、本当にねモチベーションが上がんないんですよね、仲間と言っても。まあ奥井と行くか。退屈しのぎって言ってもね、所詮男とだからね。さて2戦目ですね。ここで決めたいといえばここで決めたいけど、先発は二木。あれ俺7番。なんで7番に下げられてんの。え、鳥羽さんが2番。鳥羽さんが上がってるね。鳥羽さんと入れ替えられた、なぜだ。前の試合俺超頑張ったのに。鳥羽さんむしろどれくらいだったんだ。監督の采配がちょっとわからないな。クライマックスシリーズ用の何かオーダーがあるのかなってか、なんで絶対1点入れられるの最初に。展開で迎える2回です。下位打線で点が取れるようにそういう風にオーダーを組んだのかな。いいバッティングを見せました。さあワンアウトからどう。ダメか。お、3点取ってくれた。リードで迎える3回です。これは入るよね。初球ストライクから。これチェンジアップか。カーセル的にはな、ドンピシャだったんだけどタイミングが合わせられない。OKOKOK。 まあ、最初の立ち上がりが悪かったけど、あとは普通の感じで打ってくれてるんで。5回裏で4点差。カットボールか。バッター追い込まれました。第3球を投げました。うわー、ちょっとすげえ悩んだ今。スタンドに入りました。ファール。これはボールでしょ。ストレートは外れてボール。バッターよく見ました。カウントはワンボールツーストライクです。これもボールだね。ここはよく選びました。低めに集めてくるね。カウントツーボールツーストライクです。投げた。オーケーオーケーオーケー。いった、入った入った、ホームラン。さて赤間マリーンズ追加点のチャンスです。大量得点で終わりだ。打ちました。痛烈。さらに伸びていく。あれ今日も3フォーマー。いや今日は3フォーマーどころじゃない、4フォーマーいくぜ。この高め、おお。攻めてきます。第2球投げた。アウトコース高め、シンカー外れてボール。カウントは2ボールノーストライクです。投げた。打ちました。4フォーマー来たね。てかクライマックスシリーズの2試合で7ホーマーしてるってとんでもねえな。藤岡4回無失点に抑え勝利投手。そうか、二木は引きずり下ろされたのか。え、どういう試合展開だったの。だって最初に1点入れられて、え、どこだ、もう分からん。奥井が打ってますね。奥井がこれは一気進むごとに奥井の能力がどんどん上がっていくからな。よし、 OK。 とりあえずファーストステージを制したので、次が西武戦ですね。千葉にいるのでちょっとドライブをしましょう。今日は一人で行きますか。なんかさっきも次のレベルまでもうちょっと的なあれが出てたけど、もう埼玉に移動してますね。なんで寝ましょう。さあ西武戦、
遊びもあんまりできないから。西武は何があったっけ。西武っていうか埼玉、特に魅力的なものを感じないな。じゃあ遊ぶか。読書、読書で相手が取りやすい早球でも適当に読んできますか。よし、第1戦目、先発は危険な男デリンジャーだけど、ちょっと野手陣の調子が悪くて、なおかつ俺がまた7番、名前はでもさらにやる気がないな。どういうことなんだろう。ファイナルステージの初戦の先発ピッチャーのやる気がなさすぎるって。監督もよく起用したよな。今の西武の監督も全然わかんないけど、てかもともとわかんないけど。おお、際どいとこ投げてくるね。その割には1球目ストライクから第2球投げました、打ちました、これはいい当たり、打球は1点返しとかないとね。レフトセンター見送った、あーっていうか、そうか、同点に追いついたのか。縦のスライダーボール、これは完全なボールだな。投球これから2球目、絶不調でも落ちるな。アウトサイド、超際どい、ストライクいっぱいだったな。インコースこれはちょっと早かったか。追い込んでから投げました、ボール、はっきりしたボール球、平行カウント、ゴーゴー第5球、名前はすごいな。投げました、危ない球、投げました、フォアボールですね。外れた、フォアボール、おお、いい勝負だ。ピッチャー変わってるし、おりゃ初球から打ってった、これはどうだ、危ない、むしろ取られるところだったよ。ナイスバッティングです、マリン、おお、マジか。ここはちょっと俺がマジで打たないと。よしよしよし、ここでかい球場、なんか結構距離がある気がするんだけど、頼むぞ。よし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 、2点差、ここで点を取れれば、いや、サイクルヒットよりチームの勝利だ。俺はチームのために打つ。オッケー、これはもう決まったな。いや、途中まではすごい接戦だったけど、流れを持ってきましたね。ミゲル2回打ってんのか。で、何回勝てばいいんだっけ。4回だっけ。やるたびに忘れるな。デートは絶対できないから、電話って言ってもね、電話、あ、セールスマンに電話しとくか。とりあえずスパイクで試合に行きましょう。装備してない。そういえば、おお、ちょっと石川さんやる気がないな。向こうのピッチャーもやる気ねえな。何なの、クライマックスシリーズみんなやる気がないんだけど、ピッチャー陣が、相手チーム。セーブ、フリーズ、3回の表、点を入れられるね。最初に攻撃に入ります。立ち上がりがみんな悪いな。第2球投げた、初球ストライク、低め、伸びのあるストレート、打った、ちょっと上を叩いちゃったかな。アウト、いい当たり、5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。いや、でもいい勝負をするね。最初のバッターボックスはダイヤゴロに倒れています。第2球投げた、もう大きく外れました。Vスライダーか。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、Vスライダーってどういうボールなの。要は縦に落ちるスライダーっていうことなんだろうけど、どうすれば縦に落ちるスライダーになるんだろう。まあ、フォークね、指に挟むっていうのはさすがに分かりますけど、
縦に落ちるスライダーの投げ方とか全く想像ができないですね。まあ、普通の、ね、スライダーの投げ方も、まあ、一応なんとなくだけは分かるんですけど、 V スラに関してはもうなんとなくすら分からないっていう、まあ、あとパームね、パームって何なのっていう。あ、これいけんじゃん。あ、ちょっと引っ張りすぎたか。第2球投げました。危ない球。ロッテは後半に強いね。後半のイニングに投げました。突っ込抜けたね、このカーブは。投げました。おーや、いったー、一直線、入った入った。なんだかんだで勝てるな。ラリークライマックスシリーズファイナルステージ第2戦を見事制し、大谷が打ってるのか。3戦目、あ、3戦勝てばクライマックスシリーズはもう勝ち抜きか。よし、あと1回。ちょっともう一回セールスマンに来てもらおう。もっとだからさ、こんなちょこちょこ渡すんだったらさ、一気に持ってこいよ。じゃあグラブとでちゃんと装備して、どこだっけ、システムだっけ。なんでシステムでさ変えるんだろう。アスリートバットはなんだかんだであと4つ。アスリートグラブの、アスリートスパイクと。よし、装備も万全。てか新しいグラブとか絶対使いにくいでしょう。使い慣れてないんだから。ハルフォードやる気がない。あ、今日は大谷が投げますね。大谷を持ってきたか。ここで勝っておこうっていう、まあ、相手チームの采配でしょうかね。てかなんで俺マジでなんで7番なの。これはクライマックスシリーズ用のオーダーなの、やっぱり。ちょっと監督に電話するべきだったかな。なんで自分クライマックスシリーズになって7番なんですかって。0対0で迎える2回です。第9投げました。ストレートはもう、まずアウトコース低め。さあ次の投球、この高め、おお、顔の前通過。第3球、はい、158キロとか。マジ速いな。センターからセカンドへ、ツーベース。マリン先制のチャンスを迎えます。頼むぞみんな。ダメだったか。やばいやばいやばい、今日は本当やばい。4回です。危ない球。大谷も攻略できてないし。第2球投げた。ストレートもそこそこ落ちるし、5あるのか。投球はこれから3球目。超際どいよ今のスローカーブ。第4球を投げた。外れた。ボール。完全なボール球。カウントは2ボール2ストライク。もう大きく外れました。カウントは3ボール2ストライク。フルカウントからの投球はこれから6球目。これは選ぼう。外れてフォアボール。よし、頼むぞ。5回の表。どんな勝利を全く。マリーンズの攻撃。一気に打ち込まれたのか。そうすると大谷君もかわいそうだよな。これだけの援護があって打ち込まれてしまうなんて。さてここはマジでターニングポイントだな。もらった。いや、やっぱ自分が打たないとこれ勝てないね。さてダメ押しの1本を打って締めましょう。変化球を狙い打ち。そう、横にね流れる変化球はまだなんとかねなるんで。もうこの本塁打の段がすごいよな。毎回ミカミックスミカミックスミカミックスって。さてこれで日本シリーズも出場が決まったので、じゃあ次回は日本シリーズのところからやっていきましょう。なので日本シリーズの日まで飛びましょう、飛びましょうっていうか一応やっていきましょう。埼玉にいて、
監督に電話してもどうせしょうがないんで、どうしてたんだっけ。そうか、セールスマンに電話してたんだ。予備のあれをもらっておきますか。いつも1個だけしかもらってないから。じゃあグラブと。あれ、もう一戦、なんか去年も同じこと言った気がすんな。そうか、2位だからだ。全く学習してねえな俺。軽度だから、なんでやる気がないんだ。いやーやばい、もう気分は日本シリーズだったのに。まあ確かにね、さっきカレンダー見たときちょっとあれって思ったんですよね。まだクライマックスシリーズがなんかこう普通に光ってるから、そうだったっけって思ったけど、今日は序盤から点を取ってくれてるんで、このまま自分が後押しをすればやってくれるでしょう。だってこのクライマックスシリーズで俺は何本打てばいいんだ。なんだかんだで1点差だからな。おりゃ、これはいかないな、うん、広いねやっぱりここ。おお、ちょっと危ない雰囲気が出てきてるけど、まずは見送りました。さあ次の投球、投げました、打った、引っ張った、早かったかな。第3球を投げました、危ない球、投げました、バッターの足元。さあ投球は5球目、投げました、うん、これは見逃し三振。カットボールか、カットボールはもうほぼ曲がらないからな。マリーズリードで迎える8回です。今日はホームランを打っています。よし、ここでの1本はでかい。危ない危ない危ない、そっか、このシーンがあるんだ、勝ち抜くと。いや俺一人で勝手に日本シリーズだーって言ってたからね、ほんと恥ずかしいやつだよな。多分みんなに日本シリーズっすねこれでって言ってたけど、おめえ何言ってんだって。おめえ去年もそんなこと言ってただろうって、監督に怒られちゃう。お前は試合で活躍できるけど、ルールを覚えてないんだなっていう。あ、そうそうそう、これでね、クライマックスシリーズ消えますからね。じゃあ日本シリーズのところまで、行くんで、今日は寝ましょうと。で、千葉に戻ってきたから、ドライブドライブ。あ、車を買いに行ってもいいかもしれないですね。てかレベルが全然上がんねえな。あ、上がった。高級外国車にでも乗ってみようかな。簡単に言うよな、高級外国車にでも乗ってみようかなとか。さすがなあ、なプロ野球選手は言うことが違うね。ってことは高級外国車を買いに行こう。いや絶対怖いよ、もうこすったら超ショックだよ本当に。なかなかあれですね、フリーの日にならないですね、練習日が続いて。このまま日本シリーズに行くかな。私の予想はズバリ、おお4勝1敗でロッテが日本一。理由はですね、そりゃ婚約者の手前さ、ロッテが負けるとか言いづれえだろう。結局愛知に来たのか、中日戦か。さて今日から日本シリーズ、というところで、じゃあ無事日本シリーズに、出場することができましたので、今回はこれで終了したいと思います。じゃあ次回はこの日本シリーズからやっていきたいと思いますので、また次回も、ご視聴よろしくお願いいたします。じゃあ今回はこれで終了します。